味が出てきたな。おはようございます、こんにちは、こんばんは。いつもアルポールチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。アルポールチャンネル管理員のピオです。今回はですね、リベンジ動画、はい、前にね、こちらのノーザンバナムンディのアロヘイ君の体調測定を動画にしたんですけど、まあうまくいかず悪戦苦闘してね、結果測れず終わりました。ということで今回はですね、リベンジしようと思います。はい、いやね、もう IQ3800 のね、この私がね、もう全ての英知を振り絞って考えましたよ、ある方法を。ぜひともね、大型魚のね測定に悩んでる皆さん、おアロフェン逃げんな、なんだお前逃げんなアロフェン、はい、測定にね、どうやったら測るんだろうっていうね、まあ思いがあると思うんですけど、はい、任せてください。私考えましたから、はい。ぜひともね、この方法で測ってもらえれば、もうビシッと、ね、愛する魚のね、成長を、痛感できると思うんで、ぜひとも参考にしてください。はい。ではね、早速、やってきます。いくぞ、俺ら。はい。というわけでね、IQ3800 の、この私がね、もう知恵を振り絞って考えました。どうですか？もう完璧でしょ。はい、もうちょっとね、剥がれてるんですけど、はい。対アロヘイ用、体調測定、マシーン。マシーンじゃねえな。はい、マシーンじゃねえけど、はい。こうすることによって、ね、アロヘイが、近くに来るのを待ってればいいわけですよ。はい、そこをすかさず静止画にして体調を測ると。完璧でしょ。はい、完璧なんです。もう絶対これ成功しますね。はい、では早速ね、やってきます。でも来たし、ほら来たやん。あー、失敗した。ちょっとね、アロヘイ君ね、さっきちょっと暴れてね、ちょっと傷がね、ごめんな、ちょっとな、多分ライトのせいだと思うんですけど、びっくりしてて、ちょっと暴れてしまったんですよね。はい、とりあえずね、今から測ります。こっちに近寄ればね、多分測れると思うんですよ。はい、でちょっといつもね、ちょっと部屋真っ暗くしてるんで、ちょっとあれなんですけど、ちょっとね、ライトをつけてちょっとね、メジャーがね、ちょっと分かりやすく今ちょっとしました。はい、さあ来い、さあ来い、アロヘ近寄んねえか。よし、来い。来たー。よし。よし。来い。来たー。よし。はい。というわけでね。無事に成功しました。いやー、
マジで嬉しいですね。うまくこう、さーっとね、あの前の方にね、アロヘイ君来てくれて。で、画像で確認したんですけど、ね、だいたい、全長24センチぐらいかな、まあちょっと若干、まあ完璧に正確じゃないですけど、まあ24センチぐらいですね、これ見て。で、それプラスちょっとまあ遠近感あると考えて、まあ26、7センチぐらいかなと実際は。はい。が、まあ27センチぐらいがおそらく今のアロヘイ君の全長かなと私はこの感じを見て推測します。はい、いや、よかった、このマジ撮れて本当に。はい、というわけでね、今回はアロヘイ君の身体測定動画成功と。いやー、嬉しいっすね。まあ無事よかったわ、成功して本当に。まあ結構難しいっすけどね、やっぱでも成長ちょっとね、測定したいと思ったんで。はい、よかったわアロヘイ、マジで。で、買った当初が22センチかな、まあまあ、で今が27センチなので、まあ順調にまあ成長してますね。はい、12月の下旬だからだいたい3ヶ月で、まあ27センチか30センチないぐらいに今成長してるんで、はい、順調にうちのアロヘイ君は成長しております。よかったマジ、成功して。これからもね、アロヘイ君の動画をどんどん投稿していこうと思うんで、登録&高評価よろしくお願いします。いや、よかった本当。ではね、皆さんこの辺でまた次の動画でお会いしましょう。 See you。 よかった。